八点岩倉は大阪文野能市のカツオ境内周辺に点在する遺跡群であり、中世に事業表示のために設置されたものである。石倉は国の史跡に出土品は重要文化財にそれぞれ指定されている。この石倉は鎌倉時代にカツオの事業を表す坊子として設置されたものである。次期周辺の山林の計8カ所に銅像の仏像計8体を しがらき焼きの容器に収めて埋納し、その上に、石積みの段が設けられた。埋納された仏像は、餅国天、増長天、項目天、多門隆の四天皇、及び、高三世、明王、軍利明王、大徳、明王、金剛や社明王の四明王である。なお、仏像、しがらき焼き容器共に発掘され、かつお寺に保管されている。 この石倉については、管理2年の文書に言及されているのが初見で、その頃に作られたものであると推定されている。他に、類例のない遺跡として貴重である。石倉の下に埋められていた仏像は、カツオ寺に安置され、各岩倉跡には、石碑が目印として設置されているが、管理の手が届かず、放置され、荒れ果てた姿となっている。八天井岩倉とは別に、 勝尾寺境内には養護石があり、この下にも仏像が埋められていると考えられている。八天岩倉から出土した仏像は、古代名王の内中央に位置する不動明王の像を描くことから、養護石のもとに不動明王像が埋蔵されているとも言われるが、未称である。正式の文化財指定名称では、坊子のそばの辺が肩になる。ありがとうございます。